マリナーズとの3回戦。ついに雨は降り出した。この試合、もう点の取り合いじゃねえ。この1時間の取り合いだ。現在4回表、マリナーズノーアウト2、3塁。しかし、雨が本降りになるまでに5回を終了しないと、せっかくの勝ち試合が無効になります。こうなったら特殊はもうボール球しか投げてこないでしょうね。なるほど。フォアボールを出し続けていれば試合は一向に進まないわけですからね。ボールノースリー。勝負を度外視した引き伸ばしかよ。そうなるとマリナーズとしてはどうすればいいんですか。簡単ですよ。空振りしちゃえばいいんです。はあ、それはそうですが。ただそれでも3アウトまで9球必要ですからね。マリナーズにとってはその球数でも多いくらいでしょうね。ノーゲームなんかにさせるか。さあバッター、とんでもないボールに手を出した。一塁間のボテボテのゴロ。お、バッターアウト。おっと、主審すかさずバッターにアウトコール。どういうことでしょうこれは。今のリプレイです。さあ打者がバッターボックスから出て打ってますね。バッターはボックスから出て打ってはいけませんからね。もしこれに違反し打球がフェアグラウンドに飛んだ場合は打者は即アウトになります。考えましたねマリナーズ。こうなったらたった1球で済みますからね。そうそう、それでいい。これは頭脳のバトル。より高度な反則をした者が勝ちだ。こうして反則合戦が始まった。さあバッター、早くもバッターボックスから出ています。特使、足を上げて、お、落とした。ボ、ボーク、ボーク、ボークです。これでは打てません。三塁ランナーはホームへ、二塁ランナーは三塁に進みます。ボーク、特使2球連続ボーク。三塁ランナーホームインして、これで16対0。いつきどうするよ。まだ手はある。さあワンアウト走者なし。特使第3球を、あっ、なんと打者が素早く逆のバッターボックスに移った。審判、野球規則によればピッチャーが投球動作を始めてから打者がバッターボックスを変えたらその打者はアウトですよね。あ、アウト。マリナーズ特殊のボーク作戦を阻止しました。これで2アウトです。特殊、お前の思い通りにはさせん。この試合絶対に成立させる。こうなると特殊も辛いですね。プレートを踏んでから投げるまでに時間がありますからね。その間に、あ、ということは投球動作に入った時点で打者がバッターボックスを変えれば即アウトになる。そういうことです。さあどうする。特使、なんとプレートを踏まずに投げた。あ、ボール。はあ、今の投球は反則球だからボール1だ。なっと特使、プレートを踏めないことを逆手に取った。ボール、くそ、これはマリナーズなすすべがありませんか。ボール、フォアボール。バッター、そっちじゃない。え、三塁、三塁に走って。なんとフォアボールのランナー三塁に向かいます。アウト。走者が逆走した場合、守備を混乱させる意図、あるいは試合を愚弄する行為とみなし、その走者はアウトになります。マリナーズ、どうにか3アウトでチェンジです。急げ急げ、時間がないぞ。見ろよ連中の慌てよ。あれほど楽勝ムードに浸ってたのによ。俺たちもまだ楽観できないぞ。下手な引き伸ばしは命取りだ。最悪の場合試合放棄とみなされるかもしれん。最高の方法を教えてやるよ。
16点差をひっくり返す。まさかお前らすでに勝ちを捨ててんじゃねえだろうな。俺はこの試合たとえノーゲームになったとしてもリカオンズのリードで終わらせる気だけど、試合が成立するしないはどうでもいい。だがトップを走っているチームに16点も上げてみすみす勢いをつけさせるような真似だけはしたくねえ。勝たなきゃ、勝った形で終わらせなきゃ、出なきゃ取れねえよペナントはよ。ペナント優勝。特地、俺は奴らに16点を与える代わりにものすごく重い枷をはめてやったんだ。見ろよ連中、時間のことで頭がいっぱいだ。もはや遊び玉は使えないし、考えを巡らす余裕もない。今なら楽勝じゃねえか。16点ぐらい軽くひっくり返して王者の威厳とやらを地の底まで沈めてやろうぜ。マウンドのピッチャーキラ、ここまでリカオンズを無得点に抑えています。キラー、投球練習なんかいいからテキパチ投げろ。とにかく急げ、急ぐんだ。おい。あいつ投球練習なしだとよ。多少時間がかかってもやっといた方がいいと思うがね。投球を急ぎますキラ。サインの交換もせずに第一球を。ボールボール、キラーストライクが入りません。何やってんだあのバカ、一球が惜しい時にボール球なんか投げおって。なぜ制球力のいいキラが。言っただろ、投球練習をやんなかったからさ。いやでもキラはチェンジ前にしっかり肩作ってたぜ。投球練習ってのは肩慣らしだけじゃない、マウンドの感触も確かめるんだ。さっき俺プレート踏まずに投げただろ、あん時マウンドの前の方めちゃくちゃに荒らしといた。あの野郎、俺が踏み出すところをごっそり掘り下げやがって。何してるキラー、時間がねえってさっさと投げねえか。ボール、フォアボール、フォアボール。一刻を争うこの状況でキラー、フォアボールを出してしまいました。おいランナー、あ、走れ。ま、マジ俺の鈍足知ってんだろう。さあキラー、後続のバッターを抑えることができるのか。おっと一塁ランナーリードが大きいが。なるほど、キラー編成球なんかで時間潰すな。ランナー無視、バッター勝負だ、急げ。なんか走った。嘘、ね、セーフ、セーフです。なんと西村プロ入り初盗塁。当たり前だ、あれだけリードを許してるんだから。皆さんどんまいどんまい。6つ取って終わらしちゃいましょう。なんと西村また走った。うっそ、えっ、セーフ、三盗、リカオンズやりたい放題だ。キラー気にするな、16点のリードがあるんだ。肉を切らせて骨を断つ、多少点やっても構わぬ、とにかくゲームを成立させるんだ。16対0、マリナーズの圧倒的リードにもかかわらず、ゲームは完全にリカオンズが支配していた。そして打ったー、打球はセンターの頭上を越えた。三塁ランナー悠々ホームイン。キラ、次のバッターに集中だ、急げ急げ。なんかこの回のキラさん全然怖くない。またまた打った、ランナーホームイン。すごい、時間を制限するだけでここまで投手は脆くなるものなのか。
投球練習ができなかったためにマウンドの穴に気づかず、それを気にして今も十分な踏み込みができない。遊び球が投げられないから打者の体勢を崩すこともできない。打った！サインの交換も間を取って打者を散らすことも許されない。これこそ特地の言うところの加勢。今のキラは体中を鎖でつながれたまま投げているようなもんだ。三塁ランナーについて二塁ランナーも生還。6点目キラー、この回ツーアウトを取ったものの6点目を奪われた。キラー雨がやばい、どんどん投げろ。最悪なやつら、タイムを取る時間すらケチってやがる。ピッチャー置き去り、ほったらかし。高くつくよこのツケは。打ったー、しかしこれはショートゴロ。あ、いや、抜かるんだグラウンドのせいで打球が死んでいる。一塁は間に合わない。その間に三塁ランナーホームイン。10点目、まだまだこの回終わらない。雨ひどくなってきたな、どうする？一旦中断するか。ちょっと待ってください。まだ雨の影響はありませんよ。もう少しやりましょう。じゃあもう少し。急げキラー、まだまだあと5点取られていいんだ。雨は次第に強くなってきました。4回の裏ツーアウトランナー1、3塁、バッターは藤田。おっと、キラー一塁に牽制。バカ、何やってんだ。牽制なんかいいからとっととゲームを進めろ。この回リカオンズの攻撃だけですでに30分近くも経っています。あっと、キラーまた牽制だ。これは明らかなタイムロース。来たね、ついに来るべき時が。え、造反、キラーは試合を流すつもりだ。何？そりゃそうさ、キラの中にもはやこの試合を成立させる理由はないもんな。野手の連中はいいよ、これだけ打ちまくったんだ、打率も打点も上乗せできる。だがキラはどうだ。この試合窮屈な条件での投球を強いられ、おかげで自責点10だ。通算防御率を考えた時、投手にとって自責点10はあまりにも重い。あのバカ監督、肉を切らせて骨を断つなんて言ってたが、現実に肉を切ってんのはキラだけじゃねえか。あー、キラーまたまた牽制。打者にボールを投げようとしません。キラー、やめろ、やめてくれ。面白くなってきたじゃねえの。10人対8人になっちゃったよこの試合。なんという脆い信頼関係。しかし考えてみれば、このチームには信頼関係が崩れる要因はあった。派手に打ちまくる重量打線の陰で、きっちりと仕事をしている投手陣の評価は常に二の次。そうか、これはキラの抵抗でもあるんだ。キラ、キラさん、考え直してください。うるせえ、お前らに俺の気持ちなんかわかるか。俺の気持ちなんかどうしてですか。13勝10敗の成績でなんで年俸を下げられなきゃならないんですか。よく言うね、防御率 3.87 のピッチャーが。君の13勝はうちの強力打線に支えられてのもので、君の実力じゃない。この防御率でリカオンズみたいな貧打のチームだったら5、6勝がいいところだ。あの屈辱、野手連中のために自責点を増やすだけのゲームなんてやってられっか。なあ、キラまた牽制。ボーク、ね、牽制球をいくら投げてもボークにならないでしょう。試合を遅らせる意図が明らかな行為はボークを取ることができるのだ。このボークで三塁ランナーホームイン。16対11。一塁ランナーも二塁に進む。さあどうする。キラ入念にマウンドを鳴らしながらじっと何かを考えている。いくらなんでもこれでもう打者に投げる気になっただろう。
っと、キラー二塁牽制。何？キラー牽制をやめる気が全くありません。なーっと、また牽制だ。ボーク。ボークです。キラー二度目のボーク。交代。ピッチャー交代。走る、お前行け。え、だって俺何の準備も。つべこべ言うな、急げ、時間がないんだ。この回実に11失点。キラー、ここで降板です。悪いことは言わねえから、とっととこんな割りの合わん試合捨てろ。ピッチャー田代、キラー同様投球練習なしでセットについた。バッター藤田にまだ1球もボールは行ってません。田代第1球、こけた。ボーク。これもボークです。三塁ランナーホームイン。なんでだ、キラーがさっきマウンド鳴らしたんじゃねえのか。逆だよ。え、俺が掘った穴をキラーはより一層深く掘り返したのさ。後のピッチャーが投げにくくなるようにな。そりゃそうさ、キラーはリカオンズにもっと点を取ってほしいのさ。もし逆転でもしてみろ、マリナーズもこの試合をノーゲームにせざるを得なくなる。そうなりゃキラの自責点は全て帳消し。なんだよこれ。キラさんはこんなマウンドでずっとやってたのか。マシロ、何くずずしてんだ。いいからとっとと投げろ。イメージ通りでこのゲーム潰す気か。ボール、フォアボール、ボール、フォアボール。田代もストライクが入らない。3者連続フォアボールであっという間に塁を埋めてしまった。あのバカ。しかしリカオンズ、次の打者はここ数試合打撃不振の久留美沢。え、よし、どんと構えとけ。ほっとけ、フォアボールなんだからよ。最初から打つの諦めてフォアボール待ちか。させるかよ。マリナーズの焦りは極限に達していた。その焦りは打者に対する緊張も弛緩させる。早く終わらせなきゃ。どうせ当たっていない打者、どうせ相手は時間稼ぎ、最初の3球は見送ってくる。そんな弛緩しきった気持ちから放たれた信念なき1球。彼らは忘れている。リカオンズにはその1球を待っている悪魔がいるということを。徳地さんの言った通りだ。初球ど真ん中にストレートが飛んでくる。それを叩け。ストレート。リカオンズ同点に追いつきました。呆然とするマリナーズベンチ、対して歓喜に沸き返るリカオンズベンチ、まるで勝ったかのような大騒ぎです。その直後だった。タイム。両チームベンチに下がって。中断です。試合中断。主審が中断を宣言しました。おい、最強新聞社に電話をつなげ。はっ。よし、ゴールドだ。徳地の勝ちだ。徳地は今頃勝った気でいるだろうな。だがそうそう奴の思い通りにはならんのだよ。ガーデン、何から何まで徳地の思うツボじゃないか。ブルックリン、自分で片付けとけよ。徳地の予言通り、きっちり1時間で中断しやがった。キラさん、こんなこと言っちゃなんすけど、正直俺ホッとしてるんすよ。これでいいって、ノーゲームになってくれってね。これでいいのさ。ノーゲームになるべきなんだよ、こんなクソ試合は。試合を再開します。マリナーズ守備について。何？雨はさらに激しさを増した。